対決サクサクセスシーズン2実況21回目の戦いはシリーズ初の試みになります。ピッチャーとキャッチャーとのバッテリー対決をしていくからね。戦う選手は巨人の菅野&小林の菅小林バッテリーね。ちょっといつもと違う対決になりますのでね、まずサクサクセスでは2つのポジションの選手、キャッチャーとピッチャーの選手を作り、で作り終えたらその選手たちでバッテリーを組んでオートペナントで回し、どっちのバッテリーが優秀な成績を叩き出してるのか見比べて勝敗を決めていくという感じになりますのでね。勝敗を決める際もですね、ただ個人成績を見比べてこっちが上だあっちが上だといういつもの感じじゃなくてですね、やっぱバッテリーですからね、バランスが取れてること、これが一番理想だと思いますので、例えば片方がね、良かったり片方が悪かったりしたらやっぱバランスは悪いじゃないですか。そういう部分も見て、あとやっぱキャッチャーというポジションっていうのはこの野球で要なポジションですからね、ですから一人キャッチャーが変わるだけでですね、チームの状態、状況っていうのも全部変わると思いますのでね、それがチームの順位だったり、チームの防御率だったり、そういう部分に現れると思いますので、個人成績のみならずそういう部分に注目して見比べて勝敗を決めて、なんとかこのね、いい意味でも悪い意味での名の知れているこの菅小林バッテリーに勝てるよう頑張ってやっていくからね。じゃあ今回戦う菅小林バッテリーの能力をまず確認していきましょう。まずは、巨人のエースの菅野からになりますね。投手成績はもうほんとパワープロでは 1-2 を争う、まあ菊池か菅野とかっていう感じですね。毎回もう飛び抜けてやばい成績を残してきますから、まあリアルでもとんでもない数字を残してる選手ですからね。能力は非常非常に高く、もう完璧な男です。そしてキャッチャーの小林はですね、このパワープロで 1-2 を争うくらい打力のないキャッチャーと言ってもいいと思います。 1-2 争わないね、1位確定ですわ。まあそれくらいね、毎回オートペナントで回せばひどい成績になりますが、やはり守備面に関してはかなり貢献度高く、毎回すごい盗塁成功率だったりそういうものを叩き出しますのでね、まあキャッチャーっていうのは打力のポジションではないですから、やっぱりそういうね、守備の部分だったり、まあリードの部分っていうのが大事になりますので、僕も今回選手を作る際はそういう部分を大切にして、この菅小林バッテリーに勝てるようやっていくからね。じゃあまずはサクサクセスでピッチャーから作っていきましょう。球団設定は今回どちらも巨人になりますのでね、持ち込みアイテム相手菅野ということを考えればですね、もうこれ天才カード絶対に必要になると思います。ほんでね、失敗することも多くなってきてるんでね、天才カード使うんですから失敗もしたくないので、今回もまたプロ入りカードですね、この2枚を持ち込み菅野に並ぶもしくは超える、そういう選手をまず一人目作っていきましょう。レッツ対決サクサクセス、ステージ1-1やっていこう。初期能力進化変化量3がついてるが、なんかそれ以外はないような気がするな。特にスタミナが低いような気がするが、まあまあまあここから強くなればいいでしょう。なんか赤パネルも目立つような気がする。さあいきなりアイテムコントロール強化カードゲットだぜ、イエース。で体力回復だぜ、イエース。で変化球もカーブ追加きたぜ、イエース。最高やね。ここはどうしようかな、上に青パネルが固まってるから上から行くのが正解かな。まああまり赤パネルを踏みたくないんだけどね。でそこにいる選手にも会っておきたいが、よーし、誰だ、桜井か。はい、玉持ち丸がついたね。うん、コントロールはすでに D の56ですからいいですよ。相手は制球力お化けの菅野ですからね。そら制球の面でも勝っていかないとね。まあ、でも充実したステージ1となりましたよ。お次、ステージ2。ちょっとまた赤に囲まれてないか、さっきからね。気になるとこではある。横にいるのは今やもういないマイコラス。メジャーリーグでの活躍も期待だが、まずちょっと赤パネルの方いるんで。どうしようかな、ここは。多分これ会いに行ったら逃げると思うんだよね。ほらね、赤パネルの方行こうとしますから。まあ、でもいい特殊能力持ってる選手なんで会っておきたいんだが、こっち来てくれねえかな。どうだろうかね。来なさそうだな。まあ、とりあえずやる気パネル踏んで、マイコラスやっぱ来ないね。次のステージ行きましょう。体力温存だ。逃げるやつって毎回いるんですよ、このサクサクセスでね。そういうものは追わない方がいい、不幸になるからね。さあここには、あ、田口がいるな。田口まず会っておきたい。で宝箱の中身は急速超人で、もうすでに十分なくらいのね急速を手に入れてますが、まあまだまだ欲しいわな、相手菅野ということを考えればね。さあリリース丸もついたぞ、いいね。でこれでシンカーの変化量またアップ、やばい、5あるよ。ただなんか異常な数のハテナパネルが気になるとこではあるけどもね、まあ、体力の方はかなり温存できてるからいいんだけどね。吹っ飛ばしカードくれ、チヤホヤ。まあ悪くはないがね、ちょっと個人的にそっちが欲しかったな。ほんで今スタミナがないのでそっちも上げておかないと。
何落とす？ああ、もうコントロール、ええわ、ええわ、ええわ。それはええわ。あ、で、また落とす！チヤホヤね！オーマイガー！手に入れたもの全部落としてんじゃねえか、お前。お、で、宝箱来たよ。どこだ？そこに出るか、よりにもよって。ちょっと場所的に遠いし、これシャッフル踏んだ方がいいかもね。で、またカードゲットだぜ。近くに来いよ。頼むよ。どうだ？ああ、そこに来てくれたね。ナイスだ。もう宝箱取ってとりあえずこのステージは終わりね。スタミナ超人ね。イエス、一気に C の65まで上げることができたよ。さあ、次のステージ行きますよ。今のところは順調だね。やっぱ天才カード持ち込んでよかったよ。じゃないと勝てないからさ。お次、ステージ4。で、まあカード落としまくってますが、プロリカードはまだ一回も落としてないからね。そこにも助けられてるな。ああ、コントロール3下がる。下がりすぎだろ、お前。そんな下げないでくれよ。選手もかも。だから、おいで、特殊能力。回復 C ね。菅野も持ってるものなので、必要だわな。で、カレンは、うわもう絶妙な位置に来るじゃないですか、お前。ちょっと待てよ。いや、これ横行くとカレンにロックオンされるからね、宝箱取れなくなるな。どう来る？いや、動けやん。どこ行ったあいつ。ああ、よかった。野球マン来てくれたわ。近くに、近くに、かも。どうだ？どこにいる？下か。遠いわ。入りに行けないね、これじゃ。で、持ってたカード。プロ入りカード落とす。さあ、これで成功するかどうかわかんなくなったぜ。怖い感じやね。うわぁ、またスタミナ超人間か。もう十分なくらいあるね。それ以外の能力足りてないからね。いや、もうこれはね、どうしようかな。一回シャッフル踏んでみよう。ほんで、近くに野球マンが。どこ行った？あー、そっちか。これも無理だね。はい、こっちの青パネル踏んで終わりで。で、プロ入りカード落としたのは痛いぞ。まあ、とにかく、まだまだ十分じゃないのでね、もっと力をつけないと勝てないと思いますので。最終ステージで能力爆上げと同時に失敗しないように。ね。これはちょっと無理だな。なんか変化球あと一つないとね。さあ、第二変化球パネルあるのはいいし、博士もいるね。わーお。手術やる？いや、でもやめた方がいいと思う。あ、でもこのムービングマストついたのはいいっすね。これついてるとだいぶいい成績出しがちですから。博士は会いに行けんな、怖くて。球速超人で。あー、もう十分じゃないですか、162。この球速にね、まあそれなりの能力ありますから。あー、で、やばいやばいやばい。彼にロックオンされたわ。どっか行ってくれ。飛んでけ、どっか。どこに行った、あいつ。うわ、もう姿変えやがったよ。あー、もう割かし近い位置にいるね。うわぁ、もうこれその辺に休息パネルあるから踏みたいんだけどなぁ。カレンいる限り無理だね。で、野球マンもう一回来ちゃったので出てくることもないでしょうね。ということを考えればもうこれ。あぁ、無理だね。もう交互にカレンが来てるわ。諦めようか。もうここで終了で。もう残念だなぁ。もっと強くなりたかったの。天才カード持ち込んでこのレベルってちょっと低いくらいですよ。むしろね。まあ、球速はこれ160キロあるのはいいんだが、変化球の面だよな。あと特殊能力だってね。相手はもう能力も特殊能力もかなりね、お化けな選手なのに、俺の選手はこれじゃちょっと足りなさすぎるでしょ。まあ、今回はあくまでも菅野個人の対決ではないですからね。バッテリーとしてのね、対決ということを考えれば、ピッチャーでこれだけの選手できたっていうのは、かなりいいでしょうね。さあ、じゃあ続けてキャッチャーの選手をですね、作っていきたいと思いますので、球団設定は巨人ですね。んで、相手は、キャッチャーの小林、その小林相手に何か持ち込んで作るっていうのはね、ちょっとね、ないでしょうね。セリーグ、ワーストの打力の持ち主ですからね。ということを考えれば、まあ、持ち込み相手は何もなしで、やっていくのが正解だと思いますので、これでいい選手を作り、この対決勝てるように行きましょうよ。レッツ対決サクサクセ。ステージ1-1、やっていこう。おーい、初期能力、肩 E の44とかなり初期からあるね。天才カードとか使ったわけじゃないのね。いや、珍しい展開ですよ、これね。ありがたや、ありがたや。ほんで、ステージ1、青パネルだらけだしね。まあ、でも、肩力系のパネルないかな。まず、そこから上げていきたいんでね。やっぱ、キャッチャーっつったら、肩力でしょ。そこの部分で小林上回ってこそ、小林に勝てたと言えるからね。小林に打力で勝ったってしゃあないんやから。まあ、打力で勝つことは当然ですけどね。はい。そこで勝てるようね、いい選手を作っていきたいよ。でも、ほんと初期からかなり能力が高くて助かったね。ぶっちゃけ、ダル君会社はもうこの能力でね、今の時点で、ぶっちゃけ小林並みの打力ありますから。同じような成績になるかもしれないからね。まあ、もちろんもっともっと進化して強くなってね。いかないと。守備力と何が入れ替わったの今。走力ね。あ、まあ、大して変わりはないわ。ヒヤッとするね。いきなり肩力入れ替わったんかと思ったわ。で、赤パネルが青く輝き出す。そらいいや。最高だね。
で、おいでミートマップ、ハテナパネルでいいこと連続して続くな。おい、ここも回復、なんか怖いわ、いつも言ってるけどね。急に裏切られの展開がありますから。どうしようかな、最後総力パネル踏んで、で下の総力パネル踏んで、これでこのステージは終わりで OK でしょうね。ステージ2を終えて今のところは順調ですよ。おい、横の宝箱ある。で、キャラクターワイワイステージか。オーケー、無限に出てきますからね。で、キャッチャー系の特殊能力も手に入れたいので、小林が出てくれるとありがたいんだが、小林はいないね。補給超人伝で C の61。補給がかなり上がってるね。阿部も元名手のキャッチャーですけども、今やね、一塁手の選手ですから、まあ、キャッチャー系の特殊能力は持ってないよ。意外性がついたな。で、赤パネルが消滅、イエーイ、いいこと続きまくりですわ。怖いくらいにね、うん、さあ選手がまた来たが、あれは小林か。小林なるべく出てきてほしいんだが、小林ではなさそうだ。石川か、どうしようかな。とりあえずまだまだ選手に会って能力も上げていきたいしね。お、これで弾道さん、あ、で上に出てきたのはマギーかな、ケースイマギー。会いたいがちょっと体力的にもう無理だな。このステージはもう次行きましょう。まだまだ選手が出てくるステージだったんですけど、もう少し体力に余裕があればもっと会えたんだけどな。あ、ガナいる、よーしいいぞ。まずお前に会ってだな。カードプロ入りカードあたりくれねえか。あーん、くれないが、まあこれもまたいいカード やからね。誰いるのは小林じゃないね、俺の作った選手だ。ちょっと待てよ、初期の肩力はかなりあったんだけどね、そこからちょっと強く作れてない感じだな。おいで、また回復、怖いくらいにね。これで C の62。あ、で焼けマン3号か。いや絶対会いましょうよ。え、で持ってたカード落とす、最悪。焼けマン、焼けマン、後ろ後ろ、頼む、気づいています、います。あーい、もうだいぶ時間かかったけどね、逃げまくりじゃないですか。おいだ、青パネル追加来るもん。やー、カレンが来た、もう鬱陶しいぞこれ。こっち来んじゃねえよ、毎回。どっちに来たいんだ、お前は。おー、で、宝箱2つ。あー、どっちも取りたい。ほんで、カレンハメ。いけるね。よーし。めちゃくちゃ強くないっすか？威圧感ゲットだぜ。わーお。で、体力17。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あ、全然いけますね。はい。宝箱2つ取って。中身はミート超人伝、打力もアップ、もう余裕やね。んで、そしてもう一つ、中身は補給力アップ、もうポロポロしないキャッチャーの完成、プラス肩力もあるしね。もう最終ステージはもうね、ほぼスルーでいいんじゃないですか。あとはもうゴールに行くこと、それを目標に行きましょう。いい選手はできてるんでね。さあ最終ステージ、あー、まあでも宝箱あるんでそれ一つ取っておきたいが、ちょっとどうだろうね、難しいかな。肩力も A 目指したいんだけどな。B の70で終わりそう。で、カレンはそこに来るんかよ、お前ちょっと勘弁しろよ。ゴール付近で何来とんねんよ、お前。これはちょっと待てよ、あかんねえ。どうしようかな。下からゴール行くの正解じゃないですかね。これこっちから回ってね。ついでに宝箱取って。だからこれ下のパネル踏めば全部補給パネルに変わりますからね。もうこの際いいや、踏みましょう。え、何？総力と肩力が入れ替わって、ここで B の70から D の54に変わるという最悪な展開、やってきた。ふざけるなよ、お前。いいこと尽くしだったから、なんか嫌な予感最後にしてたけど、まさかこういう展開が来るとはね。はい、これで小林並みの肩力がなくなりましたよ。どうすんねん。そんなんで無駄に補給だけある選手やね。で、パワー超人伝でパワーも手に入れたよ。打力に関してはもうベストナイン級でしょうね。カレンにロックオンされましたが、もうゴールに行くの優先で行きましょう。だな、お前最後に肩力えげつないくらい下がったな。ほんで弾道も下がったし、補給に関してはもうね、セリーグナンバーワンですから、まあミスとかはなさそうだね、補給ミスはね。ただこれなんであのタイミングで最後肩力入れ替わったねんっていうね、ついてねえな。まあでも威圧感持ってるキャッチャーっていませんでしょうね。前世紀の阿部とか城島クラスじゃないですか、威圧感持ってるって言えばね。まあ威圧するほどのなんか打力とかあるかと言われたらそうじゃないような気がしますが、まあ肩力以外に関してはもう小林を軽く超えてる選手ですのでね。ほんと足も使える、いやー、これは勝てるんじゃないですか。十分すぎる選手が完成だよ。 OK、 じゃあ今からオートペナントで回して菅野と小林のバッテリーと対決していくからね。まずは菅小林バッテリーからオートペナントを回していきたいと思います。菅野の起用法
方はローテーションは1番手スタミナの限界を起用したいと思いますのでね。そして小林をオートペナントで回す際は、打順は、DH ありの時は1番下の9番なしの時は8番で、キャッチャー固定でこれからね互いの選手バッテリーで回していきたいと思いますのでね。初のねバッテリー対決になるわけですがなんとか勝てるよね。まずは菅野小林バッテリーからいきましょう。1年のシーズン開幕試合、菅小林バッテリーの1年のシーズンが終了しました。まずは個人成績から確認していきますのでね、菅野の成績どんな感じになったのか見ていきましょう。オープンダダダン、ナイス。まあ、お方の予想通りね、相変わらずの化け物っぷりでございますね。この男単体の対決なら今回余裕で負けていたでしょうね。この成績ですから。防御率は 1.75。もう、この時点ですごすぎるのに、その上に221イニングを投げてるっていうね。そして17勝と防御率考えたらもっと勝ててもいいレベルよ。17勝6敗で勝率は7割3分9。今のところ弱点が何一つありませんね。まあ、あくまでも菅野だけの成績ね。で、登板30試合で完封4、完投が7、QS は20で QS 率は 80%、HQS は20で HQS 率も 66.7% と、どれを見ても立派な数字。奪三振も245とこと、かなり奪ってますからね。フォアボール30で四死球率は 1.43。制球お化けですからね。コントロールがやばい。ただ、デッドボールが結構多いっすね、割合としてはね。で、基本塁打が7本で、被安打が190。被安打率は2割3分3厘で、ウィップは1ちょうど。わーわーわーおやね。投手としても本当に超一流の成績を残してきてますから。まあ、ある意味びっくりしない成績ですよ。本当いつもこれくらいの成績を出してきてますからね。まあ、確かにすごい成績ではあるけども、じゃあキャッチャーの小林どういう成績になったのっていうのが注目点ですからね。バッテリーとしての対決ですからね。片方が良くて片方がダメなら意味がないですから。さあ、その小林くんの成績今から確認していくからね。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。さあ、小林さん、いましたね。はいはいはい、当然のごとく規定打席到達しての1割5分6厘というこの打力のなさ。いやー、もうどれだけ守備が良かろうがね、古田並みのそのなんていうのかな、配球とかリードとかそういうのしててもですね、この打力のなさではもう1軍にいちゃダメな人ですからね。当然のごとく息を吐いて数かのごとくの1割台、もう見慣れた光景ですね。これもある意味驚かない、もっともっと騒がないとダメなレベルやけどね、こっちの方がね。もう本当にひどいけども見慣れたわ。1割5分6厘というね、もうこれは当然規定打席到達してる中では、ワースト打率だと思いますのでね、この下いちゃダメだよ。セパ含めてかな。パリーグにはさらに下中島さんがいるのか。バラデスもいるし、なんだこれ、いろいろと怖え。1割台が3人いる日本の球界、いろいろとダメでしょうね。え、規定打席到達するまで使うなや。どれだけ人材不足やねんっていうね。さあ、小林のその他の成績確認していきましょう。143試合フル出場で418打数の65安打。で、2塁打3塁打がゼロ。長打1本も打ってないんじゃない？あ、本塁打は1本打ってるんだね。うわ、ひどいね、これね。ただ打率がクソなだけじゃなくて、2塁打も3塁打もなくて、ホームランがたったの1本のみ。65安打打ってさ、ホームラン1本のみってあかんやろ、これね。ひでえな。打点も20打点、得点圏ですら仕事してない。せめて得点圏で打ってたらもっとファンの印象良かったかもしれないけどね、そこですら仕事してないんだから、もうほんとやめてくれお前って思ってるだろうね。はあ、ほんで得点も18得点、フルで出てこれだけしか絡めないっていうね。そもそも出塁できてないんだから当たり前か。三振も113。どこの助っ人外国人やねんこれね。扇風機ついてもおかしくねえぞ。フォアボール21でデッドボール1つ、ギダが1つで義比が2、併殺が11とチャンスも潰しまくって盗塁は0ですね。そして連続打席無安打が47打席。ひでえなー。もう全く打ってないじゃないですか。一人ノーヒットノーラン余裕で達成してますからね。なんなら2試合続けて達成する勢いですよ、これね。やばいっすね。47打席ヒットないとこ見るファンとか、お前どんな罰ゲームだよ。金払って見るものちゃうでしょ。あっちから金もらって見るものでしょ、これね。ひどい。猛打賞も1回達成してるんだね、この打率で。すげえ、誰だよ、これ猛打賞。こいつに打たれたチーム。
いやもう晒し上げしたいね。対左対右どちらも打ててないですね。で出塁率1割9分7厘長打率は1割6分3厘で OPS は3割6分と、まあもう本当ねその辺にいるピッチャーに OPS 負けてる感じじゃないですかこれね。中川の方が打ってますねこれ中川キャッチャーでスタメンで使った方がいいんじゃないレベルでしょう。で長打も打ってますからね、立派じゃないですか。うわーピッチャーに負ける OPS の選手がスタメンで出ててそれも143試合出ている、驚きやね。ほんとちょっとね打力のなさにびっくりはしますけども、まあでもキャッチャーというポジションさっきから言った通りやっぱ守備が大事だと思いますので、その守備面を今から確認していきましょう。さあこちらになりますね。盗塁阻止率は4割1分9ですからね、やっぱ肩力ある上に送球 A もついてますから、この辺は かなり高い数字ですよね。城島古田級じゃないですか。おほんで全然走られてもないですね。お成功率高いこともそうですが、そもそもやられてないっていうのは立派な数字ですよ。これセリーグ全体で見ていっても、この盗塁阻止率っていうのはナンバーワンになるのかな、どうだろう。ああ、もうナンバーワンですね。4割1分9厘ですからね。ダントツですね。頭飛び抜けてますわ。さあ、いろいろと驚く個人成績をね、見てしまいましたが、次は順位表だったり、そういうものを注目して見ていきましょう。順位表はこのようになってますね。巨人はリーグ3位。79勝61敗3引き分けで勝率5割6分4厘ということで、まあ、優勝は逃しましたが、クライマックスシリーズには進出できてるって言った感じで、まあ、リアルな巨人はね、2017年良いというということを考えればゲームの方がいい結果が出ているというね、もう3位から4位まで圧倒的な差があるけどね、何があったんやレベルでしょさあ続いて投手成績確認していきましょう。こちらになりますね。おーすごいなこれね。巨人のチーム防御率はリーグ最高ですね。2.89 を叩き出してますよ。これはどうなんだろうね。小林のおかげなのかどうなのか。まあ、僕のね、選手を回すときにもしかしたらこの部分で差が出るかもしれないね。さあ、年間表彰式で菅小葉バッテリータイトルは取れたのか。まずはベストナインは菅野が投手で受賞。キャッチャーでは中村ですね。まあ、打力のなさが足を引っ張りベストナイン受賞はできずといった感じですね、小林は。そして、おー、でもゴールデングラブ、やっぱ守っては一流でしたからね。菅野と小林。この菅小葉バッテリーが受賞しましたよ。これはすごいな。で、個人タイトルについてはどうだ？なんか取れてるかな？あー、菅野が最多奪三振。それのみ？あの成績で最優秀防御率だったり取れないんだね。はい。取れたタイトルは一つのみに終わりましたね。ちなみに月間 MVP で見ていくと、菅野は7月部門で受賞してます。キャッチャーの小林は当然あの打力のなさですからね。入る隙はありません。さあ、これで菅小葉バッテリーの1年のシーズンが終了ということになりますね。2人の成績両方ご覧ください。こちらになりますね。いやー、面白いこのデコボコ感ね。片やリーグ最高のピッチャー、片やリーグワーストのバッターですからね。まあ、やっぱでも守備面に関してはね、盗塁阻止率トップだったり、そしてチーム防御率が良かったりと、そういう部分も小林の影響があるんじゃないでしょうかね。でもやっぱ打力のマイナスがありすぎてね、打てるキャッチャーがいたのであれば、いやーリーグ3位に終わることもなかったんじゃない？上の順位に行けて優勝もあったかもしれませんね。まあ2人の成績はこのようになり、じゃあ次は僕が作ったサクサクバッテリーを1年のシーズン回しますからね。オートペダントで真っ最の起用法は菅小葉バッテリー同様同じ起用法でいきたいと思いますのでね。まあでもね、ちょっとピッチャーの方でちょっと菅野にねかなり劣ってる部分がありますので、そこでちょっと差が開いて結果総合的には負けるという展開はあるかもしれませんが、まあとにかくねピッチャーの方でひどい成績出さないように、んでキャッチャーの方ではね、かなり優秀な数字を出してくれること、そこを信じるしかないですから。まあもう能力では完全に小林を上回ってますからね、ぶっちゃけ打力では話にならないレベルだと思いますので、まあ2人の力合わせて菅小葉バッテリーを倒せる、そういう成績を期待したいと思います。僕の作ったバッテリー1年のシーズン開幕じゃい。さあ、僕の作ったバッテリー1年のシーズンが終了しました。またまた個人成績から確認していきますのでね。ピッチャーから成績オープン。ダダダダダ、どうだ。防御率は 3.13。 菅野とは大きく差が開いたな。まあ相手は神やからね、まあ、ひどくはないですよ。選手個人単体で見たらね、悪くはないんですけども、菅野と比べたらやっぱ差がありますよね。まあ、でもこの選手も210イニングとかなりの多くのイニング投げてますからね、それはいいっすね。ああ、で13勝12敗と
負けがちょっと多いわ。勝率は5割2分ですね。で、登板30で、完封が2、完投が6、結構多いっすね。QS20 で率は 66.7%、HQS13 で率は 43.3%、奪三振も226個とかなり取れてますね。三振率 9.69 と高いですよ。フォアボール68で、デッドボールが4、制球面がちょっと菅野に劣るかな。基本塁打12本で、被安打176、得点圏では1割9分2厘とかなり低いですね。で、ウィップは 1.16、そのまたこんな感じということになりましたね。まあ当然のごとくこの能力ですから菅野と比べたら劣りますが、まあ一ピッチャーとしてみたらチームにいたら超ありがたいピッチャーでしょうね。じゃあ続けてキャッチャーの選手の成績確認していきましょう。こちらになりますね。どうだ、おえーす、打率は2割5分7厘だね。まあ特別高いわけではないですけども、小林と比べたら天と地ほどの差があるよね。まあそれは俺が高いというわけじゃなくて小林が低すぎるんだけどもね。まあ十分すぎる打力じゃないですか、打率の部分ではね。もっと上行ってほしかったけどね。で、143ゲームに出場して514打数の132安打、二塁打が23本とかなり長打の部分でもありますよ。三塁打は1本で、本塁打は9本、あと1本頑張って逃げた本塁打達成してもらいたかったが、まあ今の日本球界に9本打てるキャッチャー他にいますかっていう話ですよ。なかなか打てないと思いますけどね。打点も60打点ですからね。打点稼ぐ能力あるわ。この下位打線で60っていうのもすごい話だね。で、得点圏打率は2割8分と、まあチャンスにはそこそこといった感じかな。得点47、三振が99で、フォアボールは48個、デッドボールが4つ、ギダ0、ギヒが2、併殺は7と多くないっすね。で、盗塁1つで成功率は10割、走力の割にはあまりしてないような気がするわ。で、連続出塁とか13、連続安打が9で、連続無安打は18、ちょっと長いような気がするが、まあ小林は47でしたっけ、1人でやってましたからね。それと比べたら短いですよ。猛打賞は4回、対左2割9分7厘と強いのはいいっすね。逆にタイミングちょっと弱かったんで、まあ、率も2割5分台になっちまったって感じかな。そして出塁率は3割2分4厘、長打率は3割5分8厘で、 OPS は6割8分2厘と、いやーできれば7割乗ってほしかったが、まあこの OPS でも他のセリーグパリーグのキャッチャーと比べたらね、もう全然ナンバーワンのキャッチャーって言ってもいいんじゃない。打力の部分ではね、小林とは打率もそうですが OPS では約3割の差が生まれてしまってますからね。もう見比べたら打力に天と地ほどの差があることはわかるでしょう。さあ問題は守備面ですね。やっぱ相手は守備に特化したキャッチャーというか、そこしかねプラスを埋めないキャッチャーなので、その部分に小林に勝てたのか見ていきましょう。盗塁阻止率は、うわー、やっぱ小林と比べて劣るし、エラーも謎の一つしてるしな。まあでもそれでも3割ですからね、平均以上はあると言ってもいいんじゃないですかね。ただこの選手ちょっとかなり走られすぎだね。された機会が多いですから、まあそもそもこれだけされるってことは舐められてるってことやからね。肩力がないってことが相手に知れ渡ってますから、やっぱあの肩力 B であればですね、これだけ走られることもなければ、もう少し高い成功率出てたと思うんですけどもね。小林と比べたらかなり多く走られてる上に率でも負けてるといった感じになりましたね。さあ続いてチームの順位、投手成績だったりいろいろ確認していきましょう。ここがやっぱこの対決の一つのテーマになると思いますのでね、まずは順位からだ。巨人は、あ、2位ですね。菅小葉バッテリーの巨人が3位に対して、こっちのチームは2位と、順位は1つ上げました。ただ、勝利数は73勝の64敗。引き分けが6で、勝率は5割3分3で、ゲーム差は 17.5 ゲーム差ですからね。順位は上がったけども、勝率だったり、首位とのゲーム差っていうのは、負けてるとか、そういう感じになりましたね。まあ、これはどうなるんだろうね。やっぱ、勝ち柱の菅野だったり、キャッチャー小林じゃなくなったから、こういう部分にちょっと影響が出たのかもしれませんね。まあ、続いて、チームの投手防御率確認していきましょう。こちらですね。うわぁ、跳ね上がってるな、一気に。まあ、全体的にだけどね。さっきまで2点台もちらほらいましたけどね、同じリーグね。
今は一人もいません。トップは広島の 3.09、 これが、セリーグトップのチーム防御率ということになり、巨人は 3.19 でリーグ3番目ということになりますね。失点では504失点ですので、ちょっと投手のチーム成績はこれキャッチャーが影響してか知らんか、ちょっと上がりまくってますね。やっぱ言ったでしょ、キャッチャーが変わるだけでここまで変わる。もちろんピッチャーもね、菅野というピッチャーがいなくなったことによって防御率だって変わってきますからね。まあそういう部分もあり、全体的にやっぱチーム成績は悪化してますね。さあ、年間表彰式です。僕たちバッテリー何かタイトル取れたのか見ていきましょう。まずはベストナイン、キャッチャーが取りました。ただピッチャーに関してはメッセンジャーが取ったので、残念ながら同時受賞とはならなかったね。でゴールデングラブでは、わー、これはどっちも取れてないのか。久保と梅野が取ったね。スガコババッテリーここで両方取ってきたからな。そして個人タイトルは、これ何も取れてないんじゃない？あ、最多奪三振ですね。菅野同様、一つだけ個人タイトル取れましたが、ただね、僕のバッテリーどちらもゴールデングラブを逃すという、ちょっと悲しくて残念な感じになりましたね。ちなみに僕の作った両選手、月間 MVP を受賞することはありませんでしたね。さあ、これで互いのバッテリーが1年のシーズンを終えましたのでね、このシリーズ初の試みとなったバッテリー対決の勝敗を決めていきましょう。まずはですね、各ポジションの選手の成績を比較していきたいと思います。まずピッチャーからですね。こちら、僕の選手が上、下が菅野です。ちょっとピッチャー同士の対決では差がありすぎるかな。防御率もそうだしね。まあその他勝率、勝ち星などもそうですね。細かい指標で見ては見ていくほど、菅野と僕の選手では差がありすぎる。やはりね、日本人最強ピッチャー菅野ですから、生半可なピッチャーではこういう差が生まれてしまうんですよね。じゃあ次はね、キャッチャーのポジションの選手の成績並べていきますからね。こちらになります。これはもう数字でパッと見た瞬間にですね、どっちが打力が上なのか、あくまでも打力だけならばね、もう完全違いますね。打率からして1割違う。もうこの時点でもうね、打力に関しては勝負ありですから。最終的な OPS では本当ね、3割ほどの差がありますから。ただね、守備面に関してはやっぱ盗塁阻止率とかが物が、立ってる通り、そこはやっぱ小林の方が上になるんじゃないでしょうかね。ほんで小林はゴールデングラブも受賞して、まあ、セリーグナンバーワンの盗塁阻止率を叩き出してますからね。ただやっぱ打力に差がありすぎて、僕と菅野のね、ピッチャーのように、いや、それ以上にですね、ちょっとキャッチャーとしての個人の対決では差が生まれたんじゃないでしょうかね。じゃあ次はね、チーム成績で比較していきましょう。こちらです。僕のバッテリーのチームが上、下が菅コババッテリーですね。順位では2位と3位という違いがあり、僕のバッテリーの方がね、上の順位に行けたんですけども、ただね、勝利数とか勝率で見ていくと、これは菅コババッテリーの方が優秀ということで、でね、細かい投手成績で見ていくと 3.19 と 2.89、 まあこれはですね、まあキャッチャーもそうですけど、菅野がいなくなったっていうのが大きいと思うんだよね。菅野の代わりに入った僕のピッチャーが 3.13 で、菅野がね 1.75 ですから、そこもあり、その差もあり、まあチーム防御率で差が生まれた。キャッチャーどうのこうのっていうよりかは、菅野と僕のピッチャーがっていうのが大きいと思うんですけどもね。まあでもそれ以外の主将で見ていくとね、負けてる部分も多いですし、まあリーグ順位っていうのも今ね、カッコで表してますけど、キャッチャー小林の方がリーグ1位の部門が多いですから、まあ盗塁阻止率とかそういう部分だけではなくて、やっぱ守備力に関してはこういう部分で数字が出てますよね。まあでも順位の方は僕のバッテリーの方が上ということになりましたので、まあいろんなね指標を見て、勝敗を決めるのであれば、今僕の頭の中に一つの答えが出てきましたので、今から結果発表といきたいと思います。シーズン2実況21回目の今回、バッテリー対決と題しまして、球界を代表するバッテリー、菅コババッテリーに対決を挑んでみました。結果は、僕のバッテリーの勝ちということにさせていただきたいと思いますよ。いやー、いろいろとね、迷っては見たんですけども、やはりそのね、バッテリーとしてのバランスだったり、そういう部分を見て、今回のこのバッテリー対決、どっちが単純にいいバッテリーなのかと見比べた時にですね、まあ僕の方がいいと思いましたので、こういうね、勝敗にさせていただきました。まあほんとね、菅野に関しては敵なしなのはわかるんですが、小林に関してはさっきから言ってた通り、打力で足を引っ張りすぎてる。この打力のなさが、結果、菅野の足すらも引っ張ることになりましたからね。
守備面に関してはね、もういいものあるのは分かってるんですけども、やっぱこれすぐね、小林もう少し打力があれば、ね、チームの順位も自然ともっと上に上がれたと思いますのでね、僕の選手守備面に関しては劣ってるとはいえどね、打力が良かったからかチームの順位も2位に上がれましたからね。はい、まあ、順位とかも勝ってることもそうですが、キャッチャーとしての打力、そういう部分を見てこの対決、バッテリーとしては僕の方のバッテリーに軍配が上がるんじゃないでしょうかね。これでこの対決サクサクセス2連勝ということになりましたよ。この勢いでずっと勝ち続けていきましょうや。で、今後ね、対決サクサクセスをする際、またですね、このようにバッテリー対決などとしていきたいと思いますのでね。まあ、今回はね、小林の打力のなさに助けられましたが、ね、今後いろんなバッテリーと挑戦していく中で、なかなか難しい対決とかもあると思いますので、そういう対決でも勝てるよ。これから素晴らしい選手をまだまだ作っていくからね。次回の動画ではまた別の選手と対決する予定でございますので、楽しく見てくださると嬉しいですよ。いここまで見てくださった皆さんありがとうございました。グググッバイ、また会いましょう。これさ、成績見比べてる時にさ、疑問に思ったんだけどさ、この菅野と僕の選手がバッテリーを組んだら、じゃあ順位は上がるのか、ちょっとここ検証していきましょうかね。さっきも言った通りですね、やっぱ今回の対決っていうのはね、小林の打力のなさに助けられて勝ちましたのでね、僕の選手は打力があって守備も平均的にありますから、まあ、菅野とね、この選手がバッテリーを組んだら当然、小林の時より順位が上がらないとおかしいですからね。上がらなかったらこの対決、俺の負けじゃんってなりますよね。おー、ということなので、ちょっと今から検証していきましょう。僕の作ったキャッチャーと、そして菅野、バッテリーを組むとどういう順位になるのか見ていこう。1年のシーズン開幕、優勝こそは逃しましたけど、リーグ2位で小林と菅野のバッテリー時も順位上がってるし、比べてね。そして、勝利数とか勝率でもね、勝ってますから、やっぱり小林の打力のマイナスがね、あって、で、ああいう順位とかになってたんだね。で、チーム防御率で見てもこれですね。ぶっちゃけ小林いりませんわ。僕のキャッチャーが、やっててもこういう数字を叩き出せますからね。だからさっき言った通りね、チームのその防御率に差が生まれたのは、小林と僕のキャッチャーっていうの関係なくて、菅野がいたかいなかったか。うん、そこだったんだね。おい、さっきよりも打ってるね。2割9分7厘か。すごい。ほんで、逃げた本塁打も達成してるし。これ本編で叩き出して欲しかったな。OPS7 割5分2だからね。これならもう迷いなんてなかったよ。チームの成績なんて見比べなくてもよかったね。すぐに勝敗がついてたでしょうね。そして、ベスト9同時受賞ですね。ゴールデングラブは、これも同時受賞ですね。はあ、いいっすね、これね。いろいろと、菅野もタイトル独占した感じですしね。はい。結論が出ました。小林と菅野のバッテリーよりも、菅野と俺の作ったキャッチャーのバッテリーが一番最強だということでございますな。